昨年、中露艦隊が日本を一周したのをご存知でしょうか。クリミア侵攻の今、事態はさらに悪化しています。今回は、中露艦隊が一周した時のことを、さらに詳しく見ていきますね。中国の通常動力型潜水艦も発見されています。やっぱりすぐに見つかるのは中国海軍潜水艦実情でしょう。もしかすると、ロシアの原子力潜水艦なども、どこかにいたのかもしれません。今回の主題は中露艦隊日本一周航海です。タイトルだけ見ると、観光旅行ではないかと勘違いしそうですが、実際は、そんなのんきなものではありませんでした。2021年10月、中国海軍とロシア海軍の艦艇が日本海側に集結し、隊列を組み、総数10隻以上の艦隊を編成しました。この艦隊は、津軽海峡を通過して太平洋に進出しました。この事実は、史上初の出来事だったので、日本のマスコミでも大きく取り上げられたことを記憶している方もいらっしゃるでしょう。津軽海峡は日本の領海なのに、外国船が通っていいのか?と思った方もいると思います。実は、津軽海峡には公海部分があるので、その水域を外国船が通過するのは、国際法上では何ら問題はないのです。と言っても、軍艦が日本の領海を通過するのは不気味ですよね。さて、どうして中国とロシアがこのタイミングでこうした航海を行ったのでしょう?その背景には、アメリカや日本を中心とする西側諸国が複数回行ってきた南シナ海や東シナ海での中国海軍を対象とした合同軍事演習へ対抗する意図もあったのでしょう。中国がこういった西側諸国の合同軍事演習に対抗する態度を見せるのは、いつものことだと感じますが、ロシア海軍と合同で艦隊行動を取ったということが、太平洋でのロシア海軍の存在を改めて認識させることになりました。かつて、アメリカと旧ソビエトが対立していた東西冷戦最盛期には、旧ソ連の航空母艦キエフやミンスクが太平洋方面に出てくる動きを見せるだけで、連日のようにその動向が報じられていました。それほど当時、日本最大の仮想敵国旧ソビエト海軍の脅威というものは大きかったのです。このような50年以上も前の旧ソビエト海軍の脅威をも思い起こさせる。今回の中国海軍との艦隊行動について、できるだけ時間を追って確認されている動きを整理して記述してみたいと思います。10月11日に、第1弾として、中国海軍の6隻の艦艇が、対馬海峡から日本海へと出てきました。内容は駆逐艦やフリゲート艦などでした。これらの中国海軍6隻の艦隊に、通常動力型潜水艦1隻が合流したと見られています。そして、3日後の10月14日には、ロシアのウラジオストック沖合で、ロシア海軍の艦艇群と合流し、海上連携2021と呼ばれる合同軍事演習を、17日までの4日間実施したと思われます。海上連携と呼ばれている中、ロ海軍の合同軍事演習ですが、昨年2020年は、さすがに、新型コロナウイルスの問題で実施されませんでしたが、それ以外は、2012年から10年にわたって、毎年行われています。実施する海域も、一箇所に限らず、多くの海域を利用しているようです。例えば今年は日本海でしたが、2019年には黄海、2018年はオホーツク海、2017年は南シナ海で展開しています。
日本列島に最接近したのが今回だったというわけです。この海上連携2021にロシア海軍から参加したのは、中国と同様駆逐艦やフリゲート艦通常動力型潜水艦に、掃海艇、ミサイル艇等合計8隻とみられ、空軍や海軍の航空機も参加したと言われています。実施された内容ですが、中ロ両軍の水上戦闘艦による砲撃訓練、対潜哨戒戦闘訓練、掃海訓練など多種多様と推測され、戦闘での戦術面の連携強化を図ることが主目的だったと予想されています。さて、この期間中にアメリカが動きを見せたとロシアが発表しました。10月15日、ロシア領海内に進出しようとしたアメリカ海軍駆逐艦の行動をロシア海軍が阻止したというのです。しかし、アメリカ海軍は事実無根であるとコメントしました。当事国であるロシアとアメリカの言い分が噛み合わないので、上記の事態が本当か否かの判断は難しいのですが、アメリカの駆逐艦がロシア領海にあえて侵入する理由も見当たないので、ロシアの主張にはキーな感じがしますね。また、ロシア海軍は、この海上連携2021に、通常動力型潜水艦1隻が参加したと公表しているのですが、中国は、潜水艦の参加については公表していません。この点についても、多くの憶測を呼ぶところになっています。日本側の見方では、存在を隠すことが、原則の潜水艦の動きについては、中国側は、日本海方面での潜水艦活動を隠しておきたいはずだと考えられています。しかし、真偽のほどは定かではありません。わざと存在を誇示することもあり得るのです。一方、日本側からすれば、対馬海峡を先行したまま通過した中国海軍潜水艦が、もしもいたとしても、海自の対潜哨戒網は、間違いなく探知できるはずと考えられますので、日中は、共に、あえて、このことについては触れようとしないのだろうと、推理する声もあるようです。海上連携2021は、17日に終了しました。その後、中国海軍艦隊は、移動を開始しました。この中国艦隊に、ロシア海軍の駆逐艦やフリゲート艦などが加わり、総勢10隻になった艦隊が、津軽海峡から太平洋方面に進出したのです。18日午前8時頃には、この中、ロ合同艦隊の動きは、海上自衛隊が間違いなく把握していました。青森県八戸基地から P3C 哨戒機、北海道函館基地から、菅島型掃海艇伊豆、島、及び、青島が艦隊を追尾して、監視任務を行ったのです。この文章の冒頭でも示したように、中国海軍とロシア海軍の艦艇が、合同艦隊となって、このような動きを見せたことは、初めての出来事でした。この艦隊は、津軽海峡を通過し、太平洋を南下して、鹿児島県の大隅海峡から、東シナ海の東部まで航行したということです。大隅海峡にも、公海部分があるので、そこを通る分には、問題はありません。東シナ海東部に達した合同艦隊は、23日午後に散開しました。中国国防部は、航行の間、他国領海に侵入することなかった。具体的な国を対象とした活動ではなかったというコメントを発表しています。中国、ロシア両国の国防部によると、今回の中、ロ合同艦隊の行動は、海上での合同パトロール活動と述べていますが、実態は、主に、アメリカを代表とする西側諸国が、
南シナ海で展開する航行の自由作戦への対抗措置ということが考えられます。日本の領海である対馬海峡、津軽海峡、大隅海峡を中国とロシア艦隊に通過されたため、ターゲットにされた感じがして不愉快ですが、この2国が警戒しているのは、アメリカとイギリス、オーストラリアによるオーカスであるという説が極めて濃厚です。今まで、オーストラリアと中国は親しい関係でした。オーストラリアの最大の貿易国は中国だったのですから。しかし、今までの親中路線から転換したオーストラリアは、南シナ海への中国進出を危惧したため、フランスからのアタック級潜水艦購入計画を中止して、アメリカやイギリスの技術支援を受け、原潜を保有する意思表示を示しました。アタック級潜水艦については、工事の大幅な遅延などがあり、オーストラリア国内でも不満が募っていたそうです。そこへ、アメリカが手を差し伸べたのですから、渡りに船だったのでしょうね。中国が自分をターゲットとしたアメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスという安全保障体制を喜ばないのは当然です。そして、ロシアのプーチン大統領も中国の考えに同調し、中国寄りの姿勢を見せているのです。中国の味方というより、反アメリカの意志の方が強いのではないかとも感じられますけどね。かつての米ソ冷戦時代の最盛期でも、旧ソビエトの経済力はアメリカの足元にも及びませんでした。アメリカを非難しながらも、旧ソビエトはアメリカに真っ向から対峙できるレベルの強力な軍事力は持てなかったので、積極的な攻撃に出る可能性は低かったのです。しかし現在の中国は違います。アメリカに次ぐ世界第2位の経済国となり、当時の旧ソビエトよりも強大なパワーを持っています。その気になれば、世界一の強力な海軍力を持つことも、十分可能な国であることを強く認識しておく必要があるでしょう。1991年、平成3年、旧ソビエトは崩壊しました。それによって、仮想敵国が不在となった NATO、北大西洋条約機構各国は、大半の国が、軍事力削減の方向に進みました。ところが、ここに来て、強いロシアを標榜する、プーチン大統領による、ロシアの軍事力復活傾向が著しくなっています。それに対応するため弱体化してしまった軍事力の補填に迫られている NATO 加盟国の現。身も無視できないでしょう。日本の優れたポイントを一つ。中国の通常動力型潜水艦を即発見したことです。このテクノロジーを日本は誇っても良いと思いますよ。